に処女降誕はまた、救いが全く神からの恵みの賜物であることを思い起こさせる。マリアに関しては、このことに特にふさわしいというところはなかった。確かにマリアは信仰と献身など、神が用いることのできる性質を表していた。ルカ1章38節。 46節から55節。しかし、提供できる特別なものは本当に持っておらず、夫さえいなかった。明らかに子供を産む条件が整っていないものが、神の御子を産むために選ばれるということは、救いが人間の業績ではなく、神からの賜物であり、 その上、受けるに値しない賜物であることを思い起こさせる。